それでは5月定例記者会見を始めます。はじめに特別定額給付金について現在の状況をご報告します。特別定額給付金の申請書の配送は5月20日水曜日に完了いたしました。郵送申請の受付につきましては5月18日月曜日から開始し、5月21日木曜日から金融機関の休業日である土日及び祝日を除き、毎日振り込みを行っています。申請書到達から振り込みまでの期間については、申請書類に不備のない場合、おおむね9日間程度です。給付金の振り込み状況は、5月28日現在、13,590世帯、約32億円、給付率約 31% となっています。なお、オンライン申請につきましては、確認作業に時間を要しているため、1日でも早い確実な給付が行えるよう、5月末をもって一時休止し、6月から郵送申請に一本化します。現在、多くの申請が集中しているため、給付までにお時間をいただいています。何卒ご理解のほどをよろしくお願いいたします。次に、G1 開設68周年海の王者決定戦の開催についてご説明いたします。ボートレース大村は、昭和27年4月6日に全国で初めてモーターボートレースを開催したボートレース発祥の地であり、今年で開設68周年を迎えます。これを記念し、来たる6月4日木曜日から9日火曜日までの6日間、G1 開設68周年海の王者決定戦を開催します。本レースの売り上げは70億円を目指しています。全国のトップレーサー52名が繰り広げるハイレベルなレースにご期待ください。なお、本レース期間中は場内混雑が予想されるため、新型コロナウイルス感染防止の観点から無観客での開催となります。インターネット投票、電話投票、または前売り場外大村をはじめ、ボートレース大村の場外発売場をご利用いただきますようお願いいたします。次に、令和2年度地区別ミーティングの開催中止についてです。例年、市の主要事業に関する説明を行い、市民の皆様と直接意見交換を行うために開催している地区別ミーティングにつきましては、7月の開催に向けて協議を進めてまいりましたが、新型コロナウイルス感染防止の観点から、今年度の開催は中止といたしました。なお、市民の皆様からのご意見につきましては、市役所や出張所など、市内15箇所に設置している市民提言箱や市ホームページの投稿フォームで随時受け付けています。次に、大村市中学校総合体育大会の開催についてです。6月27日土曜日を皮切りに、シーハット大村などで、など市内各所で、大村市中学校総合体育大会が開催されます。各競技につきましては、新型コロナウイルス感染防止の観点から、7月にかけて日程を分散して開催する方向で最終調整が行われています。大会の詳細は近日中に大村市中学校体育連盟から公表される予定です。なお、3密を回避するため、会場への入場制限等を行うこととされていますので、ご協力をお願いいたします。次に、その他の行事予定などについてです。6月6日土曜日に、大村公園板敷櫓広場で予定されていた花菖蒲祭りにつきましては、新型コロナウイルス感染防止の観点から開催中止が決定されました。なお、大村公園の花菖蒲園は、九州最大級の花菖蒲園として、
毎年約10万株、30万本の花菖蒲が5月下旬から6月上旬にかけて見頃を迎えます。お出かけの際はマスクを着用されて、密にならないよう一定の距離、いわゆるソーシャルディスタンスを保たれながらご鑑賞ください。次に、6月16日火曜日から7月19日日曜日まで、未来音で歴史資料館テーマ展南蛮文化を開催します。歴史資料館が所蔵する南蛮漆器や南蛮屏風など関係資料を展示します。戦国時代に海外との交流で花開いた南蛮文化をぜひご鑑賞ください。最後に、国から出されていた緊急事態宣言が全国的に解除されました。市では、シーハットトレーニングルームを除く市のスポーツ施設について、5月18日月曜日から利用を再開しました。また、その他の施設についても、5月25日月曜日から順次利用を再開しています。市民の皆様におかれましては、引き続きマスクの着用、手洗いをはじめ、国から示されている新しい生活様式を実践していただき、今後も感染防止に努めていただきますようお願いいたします。本市としましても、市民の皆様が一日も早く通常の生活に戻れるよう、これからも全力で取り組んでまいります。以上で定例記者会見の説明を終わります。よろしくお願いいたします。